聞こえづらくて自分の音が聞こえづらくて いやどうしようかな
Thank you.
これってあれかな、はい、あ、すいません、ありがとうございます、すいません、今日はバオバブ、アコビオは初めてなんですけども、なんかいいテンションでタブラクワイエスさんに呼んでいただいて今日はありがとうございます。最高に楽しい夜になりそうで、ね、この後もなんか私タブラクワイエスさん本当久しぶりに、あのコロナでね、あのなんかなる前に、浅草でお会いして、もうめちゃめちゃ楽しいバンドやなと思って見てたら、今回お声掛けいただいて、そしてバオバブもなんか初めてでありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。あんま喋ったらちょっとあの音の雰囲気壊れるんで、ぶっ壊しちゃっていいかなみたいな、いいと思うみたいな感じなんですけど、今日は楽しんでいってください、イエーイ。
あのちょっと前に富山に行ってきたんですよね、あの旅行で。もう本当に楽器持たずに、なんか一回旅行行ってみようかって言って、で前々から気になってたら富山のこと知り合って、それで富山に行ってきたんですよね、六さん、あ、すいませんで、なんかあの、まあ、富山行って、まあ、結構田園風景をいっぱい見てきたんですけど、まあ、それはそれでいい思い出でしたよね。あと海鮮いっぱい食べました。海鮮ほんまに美味しかったですね。何が一番美味しかったですか？イワナ。そう、そう、川魚イワナ。もう一個は飛騨牛のお寿司岐阜でしたよ富山岐阜でした。怒られる怒られる。そうそうそう、その次と次ぐらいで、白エビ、白エビでした。そんなもんかな。あ、怒られるよ個人の意見なんだ。でもなんかめっちゃ楽しかったです。なんかあの大阪とは違う自然があって、時間もちょっとゆっくりしてて、でまあ純喫茶巡りをしたんですけど、なかなかこのご時世喫茶店でねタバコが吸えるとかもあんまないし、どこ今何時代と思ってすごい、びっくりしましたねまあそんな感じで、チューニング終わりました。ありがとうございますアコビはもう全部あのなんていうんですか、オリジナル曲で、あの作って演奏したりしてて、はい、あの次の曲はあのちょっとほっと一息ついてもらおうと、まあサウダージという曲で、日本語にはあんまりこう ピンとくる言葉、しっくりくる言葉があんまないらしいんですけど、まあ、故郷を思うとか、今日もなんか話をしてたら福岡の人がいてたり、なんかあ、そう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 、タブラクワイエさんの中のね、あの北九州の人がそうそうそう、近いですよね、もうすぐですなはい、うずうずまあそんな感じで、まあ、自分の、まあ、故郷を思ったり、まあ、自分の親を思ったり、まあ、季節の変わり目を思ったり、なんか昔付き合ってた彼氏を思い浮かべたり、ちょっと身近な人たちを思い浮かべながら、聞いてみてはいかがですかね。サウダージという曲です。
あとは、すみません、早いものでもうあと2曲で、終わった。2曲で、はい、ありがとうございます。あと2曲とか言うたら、いうのが正解。あ、どうぞ。アコビオでした。ですね、今回ゲストということで、本当はね、僕らが前にやってアコビオで締めたかったんですけれども、まあ、こんな感じになってしまって申し訳ない。でですね、この後ですね、僕らがライブやって最後にまたアコビオを呼んで、すげえ音楽をやってしまうという。そんなが、いや、まあそういうこと言わなくていい。DJ アンタサリー、ちょっと来年よろしくお願いします。何、ああ、そうか、あ、ごめんなさい。何も聞いてねえって、あとで2曲って思っちゃった。あ、こびよ。いや、空中紳士、いや、よかったよかった、最高最高。いや、全然恥ずかしくない。じゃあ、空中紳士入るか。今の曲、今からの曲、いい曲入ってみますか。いえ、やろう。これ私らも全然自由にやってるんで、セッションなんで何も決めてないから。わちゃわちゃ。やってもやめてはいいよ、全然。イエーイ、空中紳士、ユージ、イエーイ、アレックス、イエーイ、見えてるよ。
Thank you.
Thank you.
Thank you.
運びよーイエーイ、 イエーイ、食べくわゆさーイエーイ。この後は食べくわゆさ DJ DJ アンタスタリーイエーイ。で一応一応投げ銭になっておりますので、よかったらよかったと思ったらお手持ちの紙切れを寄付してくれたら、いやその前にこの店のお酒をたくさん飲んでいただけたら、それはそれで嬉しいので、お金をいっぱい使ってください。ありがとうございます。はい、やるーわ。
んばんはこんばんは。私たちはエジプトの太鼓を使ってパフォーマンスをいたします。田村クワイエサと申します。よろしくお願いします。今日はよう記事用に雨降るのに来てくれました。母ちゃんもすごいね、いきなりやらかしてくれます。今日は多分もう混沌として何をやるか分かりませんので、とりあえずまあまあ見てもらいますが、今日はですね、私のあの元嫁はあのなんかどこに行ったんかな、うるさいな元嫁はね、男組見に行ってね、娘はね、ブラックピンクをね、東京ドームに見に行ってます。私は吉祥寺のバーバブで頑張っています。ブラックピンクかわいいかわいいかわいい、リサがかわいい、リサが、はい、ブラックピンクの事情通もいることでね。それではもういい、もうさっさとやるか、もうさっとやろう。よし、じゃあタバコ屋さんのネタはドフのソロから見ていただきます。やらびーな。
唇をぶれて。入るよ。はい。はい、はい。入るの？入らない。入らない。え、一人でいいよ。一人でいいよ。あ、そうだ。後でやるから。いやいや。タイミングが入ったんだ。いいよいいよいいよ。ジバが狂った。ジバが狂ったね。ジブリール、ジブリール川谷でございます。ジブリール、ムスリム、ムスリムで、ムスリムでございますね。アラビア語でガブリエルでございます。さあ、次はですね、違う人で同じことをやります。誰も聞いてねえよ。
ありがとうございます。田村くわいさんでございます。ありがとうございます。この形はですね、私たち、何人かですね、エジプトカイロに渡ってですね、エジプトのスーフィーというイスラム教のですね、イスラム教の密教みたいなもんすか、踊りと音楽を使ってアッラーと一体化するというね、原理主義から全く反対なあのムスリムがあるんですよね。マリファナスってあ、すいません。ピピピピピピ、そう、エジプトです、エジプトです。エジプトの人ですから。そう、エジプトの人がね、それで回転して、アラと一体化しようという、そういう宗派でございます。そしてこれからの音楽、またちょっと違います。エジプトからちょっと上に行きます。地中海、地中海、そしてちょっとね、アジア寄りに行きます。で、さらにちょっと上に行きます。旧ユーゴスラビア、そうですね、バルカン地方、ジプシー、そこら辺の音楽をやりたいと思うんですけども、そこら辺の音楽はですね、このアラブの太鼓、アラブのリズムと、まあ、全く同じような形態で演奏されております。そこでですね、すごく、昔はね、あれ何でしたっけ、オスマントルコ帝国がありまして、そこら辺一帯が一つの国だったわけですね。そこで生まれた一つの音楽がございます。そちらを聴いていただきます。そしてこれからゲストを呼びたいと思います。クラリネット陽一、そしてエレキな、何それエレキなんか
エレキ笛、そしてテラサックス、今は天国をお呼びしてジプシー音楽をやっていきたいと思います。まず1曲はジョシュカリア1,2,3 Yeah! オーバーやややや皆さんね、この隙にいつでもお酒を買いに行ってください。記憶がなくなるまで音楽に酔いしれてください。乾杯どうぞ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 ね、いい前でしょ。曲始めようかな。ロールね。ワン、ツー、スリー、フォー。曲はエスパレジャポーバーチャーショカリエ。はぁThank you.
ナショカリエ、かわいい女の子というね、曲でございました。さて、次なんだっけ。リンダリンダ、その昔ですね、スリームスタファスリーというフランスの、バンドがあったんですけれども、フランスのバンドなんですけど、アラブっぽい曲をね演奏するというバンドなんですけども、ベースのリーダーのベースのボーカルの人がキャメルというねプログレバンドの人だったんですけども、こういう話しても誰もわかんないよねあ、知ってる、あ、知ってる、あ、そう、そう、キャメル、あ、スリムスターね、スリムス、宇宙天のねサイドギターの八海さんというの友達なんですけど、あ、俺も知ってるっていう言ってましたね。八海さんというのは宇宙天ね再結成したんですけど、メンバーに入れてもらえないで、あ、ごめん、配信だったこれね、すごい、そう、入れてもらえないから、俺はもうケラなんか絶対信用しないって言ってたそう、でもね、多分ね、また誘われればね、ケラ大好きって言うんだよ、あの人、そういう人なんだよ、あの人っていう感じのバンドです、違うさあ、やります。次の曲です。リンダリンダ、これはね、アラブでも歌われてますね、ちょっと面白い曲なので。
ポー俺がベーシックあったオーベーシュ俺がボータカあったゴーベーシュ俺がボータカあったゴーベーシュ俺がボータカあったゴーベーシュ名古屋大あの書前名古屋大あの書前めきりめみしが赤きに手はみにやりんだやりんだりんだりんだやりんだリリーサーやりんだりんだりんだやりんだリリーサーやりんだラフテロバレラフタロバレラフテロバレラフタロバレラハテダラハキシンダリンダリンダヤリンダリリーサラランダリンダリンダヤリンダリリーサラランダラフテロバレラフタロバレラフテロバレラフタロバレラハテダラハキシンのどが渇きますね。あのね、ほんと買ってくださいね。どん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 お酒を買ってください。もう記憶をなくしてください。そして俺らの存在を記憶から消してください。発言もね。そう、発言もいろんな発言もすいませんね。いろいろ語っちゃいますか？陰謀論とか語っちゃいますか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？皆さんレプテリアンって知ってますか？大丈夫ですか？今レプテリアンはもう古いからね。今はね、今一番ナウイのはナウイっていうのよ、ね、今一番新しいのフィッシュピープルっていうのがいるんだよね。とにかくレプテリアンと敵対してるやつらがいるらしいんだ。フィッシュピープル、魚人間、アクアマンじゃない、ワクアマンじゃない、フィッシュピープル、アクアマンじゃない、フィッシュピープル、はい、さあ次の曲行ってみたいと思います。さあ、旧ユーゴスラビアね、5番ブレコビッチ、の曲でございます。巻き巻きという曲でございます。石神石神アレジュジャサスアイメンチュカメンアイメンチュカメンカチュジェジャスマスラスマイフタエフタメシパライカマエフタエフタマデシオッホッレン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 ギチギチギチアレアレチチギギリギリギリダダリダリダヘイギチギチギチアレアレチチギギリギリギリダダリダリダ手をちっちゃ手取ってギリギリギリダダリダリダエブドリーテマトゥギリギリギリダリダリダマリアナマリウシカマリアウシカマリウシカリバキリバキマリアナマリウシカマリアウシカマリウシカエオパち遠くの空が赤くなる Hey, ギチギチギチあれあれちつい君の涙を隠せない落ちた手取ってディリディディディやダリダリダ明日の涙をディリディディディやダリダリダ巻き巻き
ぶばかぶきまくまきまく愛したあなたは今はどこの空へおばギチあれあれチチ髪が疲れるは灰になる。えいギチギチギチあれあれチチ昨日の涙は隠せない。汚れた手と手ギリギリギリやだりだりだ。君は泣いていたギリギリギリやだりだりだ。泣き泣く泣き泣く愛したあなたは今はどこの空。泣き泣く泣き泣くマリアナマリウシカマリアウシカマリウシカエア。ね、5番ブレコビッチだっけ？5番ブレコビック知ってる人知ってる。あ、なよくなビッチとかビックとかなんだなんか番ブレコサノバビッチ、ね、あのねロシア系の人には多いわけです。でもあれなんかビックとかビッチとかの息子って意味らしいですよ。うん、5番の息子みたいな。そう、そういう名前。そう、ビッチ。お父さんなのに。そう、お父さんなのにビッチ。乾杯。同じ人の曲ですね。映画アンダーグラウンドという、旧ユーゴスラビア時代に作られたね、曲ですね。曲というか映画誰だっけ。エミリオ・クストリッツァだっけ、そうだ、エミリオ・クストリッツァですね。あのフランス人のジプシー家系のロマ族の人のこれですね。マケドニアとか、まあ、中心に作った映画なんですけど、まあ、内戦でね、戦争がいろいろありました。地下に潜って武器を作ってるんですね。その武器が武器商人たちに売られるわけです。どこの人が死んでるかわからない。気づいたら自分の幼馴染を殺してた、そんなユーゴスラビア悲惨な時代がありました。メセチナ、月の明かり、月光という意味ですね。月の光も太陽の光も届かない、誰もいない、そんな地下室。一切存在ねえなびしえねえせざねえまたべねえまめべいせびちめぼくりばなすたまよ。あやせピタモヤドラガシャセビティサー
セチなメッセチなよい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 スンセシアスンセシアよい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 さてめさラコティアニゴラサ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 サトシエーパーサトシアエオパー
ック屋さんです。ありがとうございます。あのタブラック屋さんもうこれでね、あのこの次の曲で全てを終わりにしたいと思います。違います。あ、語尾ありますよ。タブラック屋さんの次の曲でタブラコアエさんの曲を終わりますね。その後またアコビを呼んで大団円をしたいと思います。ありがとうございましたね。で、あのこの曲、この曲を聴くときに、あ、この曲を歌うときにいつも言いたいことがあるんですね。アラブにはお坊さんはいません。いいですか。イスラム教にはお坊さんという制度はございません。神と対等でございます。昔アラブの偉いお坊さんが忘れた哀れのここに湿れるような香りいっぱいの枠色した飲み物を教えてあげ、やがて心ウキウキとっても不思議カラブの出しましょうと坊若い娘に恋をした。こんがまるかす楽しいルンバのリズム、しびれるような情熱のアロマ、それは素敵な飲み物コーヒーもかまったり、みんなよきりのどどろ愛のコーヒー、ルンバレッツダン。これ荻野目洋子バージョン。昔アラブの偉いお坊さんが恋を忘れた哀れな男に、しびれるような香りいっぱいの琥珀色した飲み物を教えてあげました。やがて心ウキウキとっても不思議カラブの立ち回る男は若い娘に恋をした。楽しいルンバのリズム、しびれるような情熱のアロマ、それは素敵な飲み物コーヒーもかまったり、みんなよきりのどどろ愛のコーヒー。ギターユート見てる人いますか。昔アラブの偉いお坊さん恋をすれた哀れな男に、しびれるような香りいっぱいの琥珀色した飲み物を教えてあげました。やがて心ウキウキとっても不思議カラブの立ち回る男は怪物に恋をした。僕が何かす楽しいルンバのリズム、しびれるような情熱のアロマ、
黒毛ビール、ビール、ありがとうございました。ありがとうございます。退場じゃございません。そしてこれからアコビオの2人をお呼びして最後大団円したいと思います。ありがとうございました皆様。何ですか皆様、最後までお付き合いください。今回ね、ゲストに来ていただいたアコビオ、あれ、CD は今日持ってきてますか？あ、持ってきてないって、持ってきてない。なんか、告知とかプロフィールとかどっか見ればわかるとか。ありますね、インスタグラム、ね、アコビオインスタグラムがございます。23日ここでやります。イエーイ、孤独のヒュード、大地くんのバンドと私たちアコビオ、イエス、チェックお願いいたします。アコビオ、そして田村くわさんの、ゲストで来ていただいて、よいち、ありがとうございます。フロムピラミッドスとかロアゾーナイフとかいろいろやっておりますね。クラリネットの他にウッドベースもね弾いておりますね。お仕事お待ちしておりますね。女の子より男の子の方がいいです。よろしくお願いいたします。そしてサクスイマーサテラサクスイマガ天国、ありがとうございます。天国さんはお姉ちゃんがいい。天国さんお姉ちゃんがいい。まあ、ばあさんがいいとかちょっと違う。妹で、あ、妹がいい。妹ロリコンです。よろしくお願いいんです、いいんですね。みんなね、性癖をさらけ出しましょう。そういうことじゃない。あ、シルバーエレファント、来週プログレだ。プログレバンド、プログレバンド、ありがとうございます。あ、さあ、そんなくだらない話をして、あ、まだですね。ね、くだらない話くだ、いや、こだ、すべてくだらないんだよ。すべてはくだらなさでできております、このね、地球、この地球ね。れんちゃんは今日は5弦バイオリンでございます。ね、珍しいよ、5弦バイオリン。それでは大団円といきたいと思います。
田村とやさん10人全員ソロ終わりました。
コビオレイ&ロックこれ気持ちいいありがとうございました。見てる人もありがとうございます。あの飲んでください。ありがとうございます。あのタブラクアヤさんの CD とかステッカーとかそこにあります。持って帰ってくださいフリーなんで持って帰ってください。ありがとうございます。投げ銭もありがとうございます。そして DJ はアンタサリー、ありがとうございます。